僕はスタイルが悪いです。そうかひどまあね、俺はスタイルが悪いんですよ。そうなの。それは一旦ね、飲み込んでください。わかりました。でね、まあ自分の体なわけで、まあ、毎日見るわけなんですけど、そこでね、いろいろな原因をこう思いつくわけですよ、まあ、まず第一に、もしかしたら、まあ、なで方が良くないんじゃないかみたいな、首もちょっと長いから、なんか変な感じなんじゃないかと、まあ、数ある中で、もしかしたら足短いんじゃないかなって思ったんですよね。はい、いや、どうなんと。日本人全員足短いやん。まあね、まあまあまあ、もしかしたら俺は平均なのかもしれない。まあ、つまり俺のスタイルが悪い原因がどこかっていうのを調べたいというか、のためにまずは俺が足が短いかどうかをここ3人と比べてどうかっていうのを決めたい。まあ題して観測王決定戦です。もうこの動画で誰が一番足が短いか決まります。はい、そうね。盛り上がれよ、本当。というわけで今回は足の短さを競っていこうと思います。やっていきましょう。ブタル。測り方としましては、こう太ももの付け根から地面までの長さ割る身長かける100がパーセンテージになります。で、そのパーセンテージが 45% を下回ったら短足です。なるほど。で、ちなみに僕のお母さんのが測りました。44.6% でした。短足じゃねえ。そして今回、はい、一番短足だった人、まあいわゆるパーセンテージが低かった人は1週間おーいい足長マッサージをしてもらいます。バカじゃないの、何それ。ごとなんかね、調べたらあったんですよ、その足を長くするマッサージみたいなやつがあって、どうやってそれを1週間やってもらって、まあ、1週間後にもう一回測って伸びてんのかっていう検証もやります。なるほどね。測るよー。はい、はい、まず誰からいこう。まずは乗せが安牌じゃね。安牌って何。そう、安牌なんか身長的にも真ん中だし、まあ真ん中じゃないぞ。これ一番ちっちゃいんだっけ。そうじゃん。あ、カイトじゃない。カイトが歩きじゃない。お前は最後の方がいいな。なんで。あ、そういうこと。自称足短いから。じゃあカイト。じゃあ俺からやるか。身長短くないお前。身長短いってね。え、74ぐらいしかないよお前。嘘だよ。75ですね。あれ、なんかちっちゃくなってね。はい、175センチ。あれば、俺身長絶対縮んだな、これ。そうですね。どこですか。ズボンがね、今日ね、あれなんだよ。やだ、これめっちゃやだ。そうそう、それモギモギすんな。じゃあそこか、合ってるか。合ってる。滑稽すぎる。はい、出ました、81.5 です。はい、出ました。はい、カイトの股下、じゃあカイトの足の長さのパーセンテージ、はい、46.5%。おお、まあ足の方が、足じゃない、平均よりは長い。平均よりは長い。平均はクリアですね。よかった。じゃあ次どうする。こいつ一番高いから次。確かにな、そうせいっとこう。出ました。はい、169センチ。あれじゃねえか。おかしいねえじゃねえかよ。あるんよ、ぶっ刺さってるよ。はいはいはい、74.5。クリアだな。おっとおっとおっと、出てきた。足長えか、もしかしてお前。足長いぞ。あんな短いだろ。乗せの足が占める割合、はい、40。はい、ほら4.0。うわ、え、じゃあ平均よりちょっと低いやん。そう、 1% ここが長えの。もう一回測っとく。じゃあもう一回測ろう。チンコだったもんね、今さっき。確かに77センチ。あ、したらいけんじゃん。改めまして、はい、のせくんが、はい、のせくんの足が占める割合、はい、45.5%。おぉ、急にかよ。危ない。危ねえ。チンチンがでかかったって思ってた。チンチンがめちゃめちゃでかかった。クリア、クリアで決めて、次もっちだよ。やば、俺なんか大丈夫かも。はい、180センチです。うお、これで180はやばい。熱い。熱いか。足いきます。出ました。はい、83センチです。うおー、
きい。また頭切れてんだよな。あぶ。出ました。はい。モッチが足が占める割合。はい。46.1。 おお。いいね。46。46はいいよね。平均クリア。ってことは俺とモッチの戦いってことですか、これは。そうね。そうってことです。今回は本命だからね。ハルキくんの番です。行きましょう。73。おお。宣言通り、普段宣言してる通りの身長だった。じゃあ俺とお前そんな変わんないんじゃん今。76.79.5じゃん。76.5 は短すぎ。微妙 9.5? 79.5 ってなんだ。 79.5? 俺計算するわ。ちなみに、のせの足の長さが、それは 45.5。 あ、45.5 でした。おー、際どい。反則王になりたくない、普通に。いいですか、じゃあ。はい、はるきくんの足の長さの割合 45.9。 やって、はるきの勝ち。やったお前短足だったのか。お前短足だったんだよ。短足じゃないけどね、一応平均超えてるからね、全員ね。お前がまず短足じゃない。イエーイ。お前が短足じゃなかっただけなんだよ、別に。あ、よかったじゃねえかよ。よかった。はい。